マイクロソルダリング技術企画についてのセミナーおよび試験を行っております。大手さんですと、パナソニックさん、ソニーさん、東芝さん、オムロンさんグループなんかは、この技術資格を使って品質管理をやっております。ターレット端子、このような形状ですが、電線とハンダ付けいたします。終わったら洗浄すると。出来上がったですね、このワークを検査を行うと。みんながね、協力して1個の屋根の中で頑張ろうと。カメラで撮って、このズームとかでお客様とつないで。なんでこちらのミキサールームとスタジオルームがあって、すべての動画ができていると。皆さんこんにちは。フジムスタジオの加藤です。前回はハンダ付けについて深掘りしたいなと思い、ハンダ付けメーカーの老舗、八甲さんにご協力をいただき、八甲さんの歴史や新製品を紹介しました。今回も引き続き八甲さんにご協力いただき、ハンダ付け教室、具体的なハンダ付けと八甲さんの社内にある最新のオンラインスタジオを紹介いたします。皆様はハンダ付けの経験はどれくらいございますでしょうか？何回か抵抗やコンデンサーなどを基板につけたことがあるよという方や、塩のように細かい ⑤ ⑤ などのチップ抵抗を数えきれないほどつけてきたよというような経験豊富な方など、いろんな方がいらっしゃるかと思います。実はハンダ付けのレベルを証明するハンダ付けの資格があります。それは日本溶接協会が実施しているマイクロソルダリング技術要員検定です。この資格には5つの種類があり、八甲さんのソルダリングスクールではこのうちインスペクターとマニュアルソルダリングオペレーターに特化したセミナーが行われています。マニュアルソルダリングオペレーターは基礎的なソルダリング技術を取得していることを証明する資格です。インスペクターは実装された製品の品質を評価できる能力を持っているということを証明する資格です。八甲さんは技術者にマイクロソルダリング技術を指導できる資格、インストラクターを持った方がいらっしゃり、ハンダ付け教室でとても丁寧にご指導いただけます。多くの企業のエンジニアさんが受講しにいらっしゃるそうです。自分のレベルを客観的に知りたいなという方や、自分の知識・技量をレベルアップにつなげたいなという方、仕事で検査や品質管理に貢献したいなと思っている方に、マイクロソルダリング技術要員検定の受講を検討するきっかけにして、ハンダ付けレベルの向上に参考にしていただければ幸いです。大阪にある八甲さんの社内にはハンダ付けが学べる八甲ソルダリングスクールがあります。どんなことを行うスクールなのか伺ってみました。当スクールではですね、マイクロソルダリング技術企画についてのセミナーおよび試験を行っております。マニュアルソルダリングのオペレーター、これはですね、基板の上にこの部品を乗せてハンダ付け、それと端子、種目が表面、投入、端子の3つの資格があります。それを全部ここでやります。そしてもう一つがですね、インスペクター、こちらの方はですね、判定能力の資格、サンプルを見てこのハンダ付けが正しいハンダ付けか、そうじゃないハンダ付けか、それを判定する資格になります。マイクロソルダリング技術は日本溶接協会というところが取り扱っている民間の実企画にあたります。電子業界では結構ですね、知られたもので、大手さんですとパナソニックさん、ソニーさん、東芝さん、オムロンさんグループなんかグループ内に教室を持って、品質管理をこの技術資格を使ってやっております。当社みたいにいろんなお客様にオープンにセミナーをやっているのは溶接協会とうちとも1社ぐらいになっております。大体ですね、16年前に立ち上がったスクールでして、参加していただいた受講者の数は延べ人とも1万人を超えております。し参加していただいた企業さんも、大手さんですと1000社を超えております。大体年間ですね、500名から600名ぐらいこの教室で受けていただいています。特別にタレット端子の取り付けを実践して見せていただきました。ターレット端子、このような形状ですが、これを電線とハンダ付けいたします。これはターレット端子台なんですが、この位置に実装いたしまして、プラスドライバーで固定いたします。この電線ですが、ワイヤーストリッパーでここは22番の番号があるんですね。ここに合わせてできるだけ軽くアルコールを使ってですね、このように
洗浄しておきます。このヒートシンクにですね、これを固定してリードのギリギリのところですね、予備ハンダという作業を行います。設定温度はこれは強小ハンダを使ってますので350度を設定しております。ヒートシンクでわずか下のポイント、ここに固定を当てる、少しハンダを流してあげます。そうすると若干ハンダが上の方に上がりますので、ここをもう少しハンダを量を増やしてあげる。で少し上に上げながらヒートシンクに当たらない距離ですね、でずっと一緒にハンダとハンダごてを下ろしていく。で先にこの辺りでハンダを取って最後にスッと塗る、こういう感じになります。でできるだけ早い時期にアルコールで洗浄します。赤い皮膚を利用してこの1本分ぐらいの寸法で固定すると。で私の場合は少しこの上の方で上げてまして、ここは指がつかみやすいんですね。下の方でいくとここはつかみにくい。目視で約リード線1本分ぐらいの絶縁クリアランスというふうに呼んでおります。でここをですねラジオペンチを使ってこの辺りですね、ここからこう力を入れてグッと、で最後にグッとこう曲げるというような形になります。で一度外していただいてこういうふうにこういう形状になるんですね。ニッパーを使って まず邪魔な部分をカットすると、この下の部分これをフランジと呼んでます。この真ん中の軸となっているところこれをポストというふうに呼んでます。でこのポストに対して、これをハンダ付けしていくわけですが、その距離がポストの端面からポストの中心までの間にリード線のカットを面を合わすという要求事項がありますので、こういうふうに合わし込みすると、ポストとそれからフランジですね、このここにこの電線が密着するという作業が必要になりますので、こういうふうに固定する、ここの位置をこういうふうにしてちょっと上げてあげる、こういう感じですね。こんな感じにしております。顕微鏡を使ってハンダ付けします。顕微鏡でハンダ付けするのは位置関係が非常に難しいんですけど、まあ、こういうジグを使いながらこれに合わし込みしてハンダ付けすると。でハンダ付け温度は350度のまま行います。もう少し低い温度で、実際には可能です。固定の位置ですが、フランジとリードの位置、この辺りこれのまっすぐ小手先がの直線距離ですね、あと3ミリほどのところで、合わし込みしてハンダを供給すると。ハンダの供給はこのそのポイントとこちら側とカットした面3箇所ハンダ付けいたします。で顕微鏡で行う場合はまず直接触れずに顕微鏡で自分の目と自分の手を合わし込みする、こういう感じですね。まずお手を当てる、でハンダを供給する、で反対面でカット面、終わったら洗浄すると。紙ウエスを使ってアルコールを除去する。このアルコールを除去する作業というのはですね、アルコールで洗浄したときにフラックスがアルコールの中に混入しますので、それをきれいに拭うという作業も兼ねております。出来上がったハンダですね、このワークを検査を行うと。ポイントとしてはリード線がフランジに密着、それからポストに密着している、フランジと被覆のこの距離、この間を絶縁クリアランスというふうに呼んでます。これが赤い線1本分ちょうどここの位置になるという格好です。このような形でハンダ付けも評価すると。ここのスクールで行っている端子の一つの試験ですね。続いて八甲さんの社内にあるスタジオに案内していただきました。とても個性的な外観です。
その理由を伺ってみました。日本家屋の例えば反りとかね、むくりとかね、神社やったらこう丸なってるみたいな、とみんながね協力して一個の屋根の中で、まあ、僕ら頑張ろうと、まあ、一緒にお客さんとやっていきたいなっていう思いあって、こうちょっと丸くしてるのと、そのむくりっていうのとスタジオっていうのを合わせて、もう名前をねむくりよってつけたって感じですね。スタジオ内も見学させていただきました。すごい設備です。でこちらにグリーンバックがありますの でこれで後で画像と、重ねたりとかもできますし、 LED の照明があります。このミキサー室で明るさとか色とかも調整できますし、上にあるカメラですね、でこれが上からのこの俯瞰で撮るパターンだったり、位置を登録できますので、例えばこう指さしたところにこう焦点をパッと合わせたりっていうのをこうプログラムとして組めるようになってるので、この俯瞰で撮ったり、このいきなりズームインしたりっていうのがこう切り替えられるカメラですね。このバックモニターで今どれが映ってるかというか、ライブしたりするときはこの画面を見ながら喋るような形になります。コロナの時にですね、なかなかやっぱリアルでお客様とお話しすることっていうのはできなかったので、当時こういうオンラインの商談っていうのをやってたんですね。実際にこういう製品を置いてカメラで撮って、このズームとかでお客様とつないで話しながら、このピンポイントでこういうここがっていう時にこういうズームインしてもらって説明したっていう形になりますね。カメラでこう近くで見れますので、リアルで話すよりももっとこう詳細を逆に話せたりですとか、画面をスイッチして取説の内容をお見せしたりとかっていうのができるので、このスタジオっていうのはこういう私たちの営業活動の中でもこの方法がたくさん広がったなっていうふうには感じてますね。こちらでですね、画面を使って画面を操作をして合成であるとかさせていただいています。で、ウェブ会議なども使えますし、 Zoom の接続などでも使えるようなものになっています。天井カメラも操作ができまして、このようにこちらで操作ができるという形になっています。例えば向こう側で、じゃあ製品もっと小手先の方に寄ってほしいということであれば、こちらの画面を使ってですね、よりでズームさせていただいたりとかっていうのが可能になっています。こういうふうによって操作ができるようになっています。ちょうどこれ防音で、塞いでしまってですね、向こう側とこちら側で、やり取りをさせていただく中で使うものになっています。実際にこちらでピンマイクをさせていただいて、向こう側ではこちらのワイヤレスのマイクで拾っていただいて、こちらから例えば製品動かしてくださいねって言ってるところも、向こうの方が聞き取って動かすことが可能になっています。なんでこちらのミキサールームとスタジオルームが、あって、全ての動画ができていると思っていただいたら一番いいのかなと思います。今回は発光ソルダリングスクールとタレット端子の取り付け実演、最新のスタジオをご紹介させていただきました。前回の動画と合わせて皆様のハンダゴテの選び方、またハンダ付け技術の向上の参考になれば幸いです。この動画が良かったよと思ってくださった方は、チャンネル登録やコメント、そしていいねなどをよろしくお願いいたします。それではまた。ステンドグラスの技法を使ったアクセサリー製作になってます。こういうようなちょっと太めの小手先を使って作業します。焦がした線でいろんな形の模様を描いて、その線を生かすように色をつけて、こういう風に入れるとちょっと柔らかい印象が出たり、目元速度によって濃い色を作ることもできます。こういうレジンを使用した波のアートで、ヒーティングガンで熱風をかけてあげることで、この白波が立っているような加工をされた作品になっています。